はい、皆さんこんにちは、せいさんです。今日は花見川サイクリングコースに来ています。今日はこの花見川サイクリングコース、それからその先の新川サイクリングロード、印旛沼サイクリングロードを使って、佐倉市にあるハワイアンプレートランチのお店、DA PLATE LUNCH 808に行こうと思います。場所は京成碓井駅の駅前みたいなので、電車でも利用できると思います。で、なんでそこ行こうかと思ったからなんですけど、実はいつもよく利用している佐倉ふるさと広場、自転車乗りにとっては有名な場所なんですけど、そこからわずか3キロしか離れてないんですよね。なので、サイクリングがてら利用できるんじゃないかなっていうことで、今回はご紹介しようかなと思います。以前、新川サイクリングロードから、クナルーっていうハワイアンレストランのお店をご紹介したんですけど、その時のあの感じがすごい忘れられなくて、他にもハワイアンっぽいお店ないかななんて探してたら見つけたお店です。事前情報によると、クラシックのアメリカンハンバーガーとかが美味しいらしくて、ちょっと今日はハンバーガー目当てに行ってみようかなって思います。普段あんまりハンバーガー食べないので楽しみです。しかも本格的なファーストフードじゃないハンバーガーなんて食べたことないので、すごい楽しみだな。どんなのが出てくるんだろう。あ、ちなみに今日の自転車はいつものスペシャライズドのアレイではなくて、ハイレルのルックスっていうミニベロをカスタムしたものに乗ってます。これすごい気に入ってしまって今後こいつの出番が増えそうです。で、このカスタムしたルックスについては別の動画でご紹介しているので、よかったらそちらも見てください。ああ、なんか虫の声も風情があっていいですね。暑いだけだとセミの声もうっとうしく感じますが、涼しいとセミの声もいいなぁなんて感じたり。花見川サイクリングコースって、荒川とか江戸川とかと違って、こうやって自然の中を走り抜けるので、めちゃくちゃ涼しいです。すごい緑のトンネル。涼しい。特に花島橋から終点の弁天橋までの最後の区間は、こういう感じの道がずっと続くんですよね。気持ちいいな。涼しい。はい、弁天橋です。ここで花見川サイクリングコースはおしまいです。ここから少し一般道を走って、新川のサイクリングコースに入ります。はい、大和田排水機場にやってきました。ここから先が新川で、この新川のサイクリングロードを上流に向かいます。はい、で、ここが村上橋ですね。ここを右に行くと以前ご紹介したカフェショコラ、左に行くと以前ご紹介したプナルーというハワイアンカフェに行くことができます。今日行くDA PLATE LUNCH 808もハワイアンのお店なんですけど、プナルーに行ってハワイアンカフェってすごいいいなって思って、プナルーがなかったら今日行くDA PLATE LUNCH 808は行かなかったかもしれないですね。楽しみ。はい、佐倉市に入ります。お、印旛沼が見えました。佐倉ふるさと広場まではもう少しですね。あとちょっと。お、風車が見えてきました。佐倉ふるさと広場ですね。この間、佐倉ふるさと広場に行って、ひまわりを見た動画も出したので、よかったらそちらも見てください。はい、右側が佐倉ふるさと広場です。今日は、ここをちょっと通り過ぎますね。本当は京成碓井駅なのでもっと手前から行ったら近いんですけど、今回はこの佐倉ふるさと広場からの行き方をご案内したいと思います。佐倉ふるさと広場の隣には京成線の電車が通ってるんですけど、この線路沿いを進みます。そうすると踏切があるので踏切を渡ります。よいしょ。踏切を渡ります。踏切を渡ったら道なりに進んで、1つ目の信号はまっすぐ。で、2つ目の信号を右に曲がります。ここ右ですね。右に曲がるとすぐ先に以前ご紹介したどうもっていうお店があります。そこを通り過ぎてしばらくまっすぐ進みます。そうすると京成碓井駅の看板が見えるので、ここを右に曲がります。すぐ左側に見えるみたいなんですが、あった、これだ。来ました。はい、DA PLATE LUNCH 808にやってきました。京成碓井駅から徒歩3分なので、電車でも利用できると思います。外観すごいおしゃれですよね。早速入ってみたいと思います。中はこんな感じですごいおしゃれな雰囲気。動画には撮ってないんですけど、外にも席がいくつかありました。で、メニューはこんな感じで、ハワイアンなプレートランチをいただくことができます。一番人気はこちらのロコモコプレート。これが一番人気だそうです。隣のもちこチキンプレートも人気だそうです。それからガーリックシュリンププレートも人気みたいなんですが、今回はどうしてもハンバーガーが食べたかったので、ザ・ハンバーガー&フレンチフライ。こちらを注文することにしました。本格的なハンバーガー初めて頼んだ。すっごい美味しそう。これ、お肉が粗挽きで、とっても肉々しかったです。とにかくお肉が美味しいハンバーガーでした。トッピングもいろいろできるみたいです。とっても美味しかったです。また食べたいな。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったです。粗挽きのお肉がとってもジューシーでした。で、あそこのお店はやっぱり一番人気はプレートランチだそうです。ロコモコとかが人気だそうです。今日はハンバーガーはそのまま食べましたが、パティを増やしたり、ベーコンとか別のトッピングを入れて自分でカスタマイズできるところが売りだそうです。さくらふるさと広場からも近いので、サイクリングがてら利用してみてはいかがでしょうか。次行った時はロコモコプレートとかを食べたいなと思いました。このチャンネルでは今日みたいなサイクリング動画の他に100均キャンプグッズの紹介やキャンプグッズを使った簡単な外遊び動画を配信しています。興味があればぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さんまた見てください。バイバーイ。